はい、マヨリコチャンネルです。チャンネルです。先ほどまでバレエを教えてもらいまして非常に楽しい時間を過ごしたんですけど、坂本先生に来ていただいた本当の目的は、バレエもあったんですけど、前回、バレトンを教えてもらって、バレエの動きを取り入れたやつを3つやったんですけど、その時、音楽かけてもう通しでやってもらってたんですけど、実際ちょっと道上さんとかも、なんかこう動きをもっと詳しく知りたいみたいな、すごい知りたい、なんか どこを意識するのかとか、これどこに効いてるのかが、どこに注意するのかとか、それはやっぱり意識すると違うじゃないですか。なんかそれ聞きたいなと思って、今日はね、バレトンをしっかりもう一度やるということでね、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、バレトンね、みちゃさん前3つやったじゃないですか。はい。どの動きやりたいっていうのはあるんですか。ちょっとずつ難しくなってたので、一番最後のやつがいいと思うんですよ。最後のやつですね。バレーです。では右足を動かす、伸ばす、そしたら上げる、曲げる、伸ばして、伸ばして、最後のやつってどんなんでしたっけ。足がフィンって足がフィンって何ですか、それは遊んでるんですか。真剣真剣真剣、何ですかそれは。一緒に一つ復習をやってみましょう。はい、バレーシークエンスは、はい、そしてそこから曲げる。
ばしたままです。コンパス、コンパス、自分の足がコンパスだったので、締めるときもここから締めます。すげえ。かなり奥深いですよ。細かく言うと、うん、バレーシークイズ。はい。はい。バキバキ。さっきの白鳥が。白鳥聞いてます。聞いてます。白鳥聞いてます。手を遠く、そして曲げる。で、伸びをさらに感じてから手を上。やばいやばいやばい。こいつ。そして。あ、でも毎日このくらい寄せていいです、はい、あ、はいはいはい、はい、じゃないとバランス取れないんですよ、はいはい、あのここに乗る力がないと、はい、こっちの足を使って立とうとするとバランスがやっぱり崩れやすいので、はい、ここにしっかり乗るっていう、はい、誰も曲げてもいいです、曲げていいです、曲げた方がいい、はい、ただ、うん、フィットネス、はい、これは危険じゃないですか、ね、はいはい、なのでそういう部分意識するっていう意味ではね、なんかスカッシュにも行きそうですよね。そうですね。ぜひあのリハビリ代わりに。リハビリね。ああ。よくなるんだよね。優勝おめでとうございます。そうだ。そうです。
ゃあね、これ見た方はね、これバレトン興味出た方はね、お近くのねフィットネスクラブでバレトンがやったらそこにぜひ参加してほしいですし、はい、宮崎の方はねもうぜひ坂本先生のバレトン教室に、はい、もう皆さん見た人全員通っていただいて本日は、はい、バレトンを教えていただきありがとうございました。